あの、オームのセルが発見されたのですね、今からちょっと見せます。オームのセルの試作品というふうに呼ばれてます。で、これがバラバラのパーツですね。で、一つ一つが、こう、わかりますかこう、あの、塗ったセルを切り抜いてるわけですね。で、こうやってバラバラのパーツ状にしてるんです。で、このセルは、こう、裏から、直に描いてます。これだから、ここに見える絵っていうのは、裏から、 まあ、表側がこういうふうになるんだろうなというふうに想像しながら塗るわけですね。なかなかの職人仕事です。で、こうやって塗ったものを一つ一つパーツを切り出して、バラバラにして合わせて、オームの形にするわけですね。では、具体的な動きを見せましょう。これがですね、え、オームが襲ってくるシーンで使われたですね、え、実物のセルです。で、この下の、この黒い部分が引っ張ると、 一つ一つの切り出したパーツがですね、別々に動くんですね。ね。ナウシカの動きになってるでしょ。で、これをですね、撮影の時に本当にやって撮るからですね、オームがまるで生きてるように見えるわけですね。今回発見されたのがですね、3種類です。これが最大サイズですね。えー、オームが横向きに移動するシーンです。えー、はい。では、引っ張ります。 こういうふういふになってるわけですね。わかりますかこれでそのナウシカっていうのアニメを作ったわけですで。この下にはですね、すごい細かいゲージと呼ばれるですね、今のセルの位置がどの辺にあるのかっていうですね、線が引いてあって、こいつを何ミリ引っ張ればどういうふうに動くのかっていうのがちょっとわかるようになっています。 あの撮影する、真上から撮影するものなので垂直にするもんじゃないのでちょっと今がたってますけども水平にするとこういうふうにスムーズに動くようになります。